それはね、その偽魔女もいたり、ね、それはまあ、サルメンとかね。本物の魔女、うちらみたいなレビ族の魔女は、エルメス魔女って呼ばれてる。で、レビ族以外の魔女は、でもサルメンやってん、実は。だからソフィア魔女って呼ばれてました。哲学って意味やけど、要するに文学的な意味での魔女。今もね、結構文学的な意味での魔女、結構多いですよ。あんな全部サルメンっていうの。実はね。もちろん、レビ族出身じゃなくてもね、エルメス魔女っぽい、それと同じような実力を持った人はいらっしゃるよ、もちろんね。それはそうなんです。だからって、文学的な意味における魔女をね、魔女って呼んだら、それはその魔女は、処刑されたんですけど、そっちは処刑されてんね。案外ね、キリスト教に思うねって。で、ほんまのエルメス魔女をやっつけろって騒ぎ立ててんあるみたいな。ね。ありそうなことでしょ。あなた方の特徴にも言ってるんですけど、実際になさったことをもとに申してますが、ね。で、魔術師っていうのは、もちろん権力筋ですよ。何するんかなーって見てたんですよ、どうせ。猿を観察してたってわけ。要するに。キリスト教に入ったら、罪がある人、現在者は見ないけど、違いの。それ以外でも、その後に罪を犯してもキリスト教が、それなんとかしてくれるってわけで。今これから犯罪を犯そうかっていう人も入ってきた。でしょ？で、入って、許してください、言うて。でも、その後、犯罪を犯して。すいません、またやってしまいました、って。牧師に言う、みたい。で、てへぺろい。そんな感じの人多いのに。何人？ヨーロッパ人多いです。そんなゲーム思考があるんだ。多いね、ヨーロッパ人だけど。みんな、ひどいね、あったらそんなゲーム思考があるのに。ヨーロッパ人です。キリスト代表とするヨーロッパ人です。そんなゲーム思考がある。見え言うの忘れたから、みんな。キリスト教に対してもヨーロッパにそういう態度やっか。ほんまやね。だってもう、教会とか真面目に通ってるのは南部やったらもう黒人だけですよ。はっきり言わせてもらえば。真面目に通ってるのは。で、黒人なんか罪を犯したんですか？被害者の方やん、黒人。な？この矛盾性も白人社会の特徴だし。結局その三名たちのせいにするっていうのもね、でしょ、おかしいでしょ。 男の世界観に踊らされてるだけでしょ。そんな偽魔女たちというかね。だからたけしからそいつら生き埋めにして、で男たちは手なんでそこまで女を嫌うの。男は本当嫌ってるわけない。モテへん男が怒ってるんですよ。モテないから。宗教を過剰にして怒ってるんでしょ、女に対して。女って基本モテるからね。でしょ？モテない男もどうしようもないもん、女に比べて。そんなモテない男が、モテない女に、君もどうしようもないでしょ、と巻き込んでるんちゃうのね。そんな構図結構あるんちゃう？あったと思うで。あったような気がするんで、あるような気がするんで、今も。で、そんな女をおだてて。で魔女にしただけでしょ。それはソフィア魔女やんか、サルモンやんか。文学的な意味における男性の願望文学やんか、それに。そんなにしよう。危ないことしてんねんで。危ない遊びしてるねんで、みんな。危ないことしてんねんで、みんな実は。